マシンソルの野口と申します。これから70度で溶ける金属ジグメタル70を PR させていただきます。これは70度で溶けて70度以下になれば固まるという金属です。これが今溶けた液体の状況、これが元々の素材でございます。これを例えば、こういうカップの中に流し込んで水の中で冷やします。そうするともう瞬間的にこれが固まってまいりますので、金属の硬さのもの製品が簡単に出来上がります。これをまだもう一度溶かせば何度でも使えますよというのが特徴です。で、例えばそれを使った応用例としますと、こういうアルミのワークの加工なんですが、30ミリの板厚からマイナス27まで切り込むんですけど、壁がコンマ3の立ち壁でございます。これを通常に削るとこの壁が倒れて破れて加工ができなくなるんですけども、このジグメタルをこのポケットを削った後に流し込んで固まれば次のポケットがべらずに削れますよというのが一つの応用例でございます。それとか、あとパイプにですね、こういうパイプにジグメタルを詰めて曲げますと潰れなくきれいに曲がって最後ユニつければパイプが完成するということでございます。まあいろいろ応用例はございますけど、あとこういうものですね、パイプ、これコンマ2のステンのパイプなんですが、それにドリルで穴を開けたんですけども、実際詰めてないもの、詰まったものとなりますと、詰めてない方は形状が潰れてきますけども、詰めた方は潰れない、なおかつ中にバリが出ていません。こういうふうにいろんなジグとして詰め物として使ってもらえれば非常に便利だと思います。ちょっと最後に1点、こういうコンマ2の板厚のパイプ、これを NC 旋盤で加工する場合に、もしパイプのままでしたら油圧チャックでお結び状に潰れたりするんで、わざわざ樹脂を削ってこの中に詰めたりして皆さん削られるんですけども、これだと立てて流し込んで溶かして、その後油圧チャックでキュッと掴めると、これだけでも大きなメリットがあると思います。ジグメタル70をぜひお使いになって御社の業績に寄与するようにしてください。よろしくお願いします。